や本当に飼いたくて震えるっていうことが起こるっていうことを初めて知りました。あのめっちゃ大きなダイソーに行ったんですけど、100円ショップにですね行ったんですけど、なんか物を手放し始めてまあまあ立ってて、全ていいものに見えるとか、どれも輝いて見えて、どれも便利そうで、どれもいいものに見えて、なんか買いたいみたいな、ブルブルブルってなって、で、もうなんか怖い怖い怖い、買っちゃう、怖い怖い怖いってなったんですね。俺びっくりしちゃったな。だからなんかやっぱり所有欲っていうのがそもそもあんのかなって思いました。だからミニマリストさんってこういうのならないんですよね。それすごいなと思って。まあなんかそこでですね、まあぐっとこらえて、まあ頑張ったんだけど、結局、どんぶりを買いました。なんかもう本当にもう我慢できなくて、もうこれはご褒美だと思って、一個だけ買おうと思って、真っ白なこう大きな、どんぶりを一つだけ、しかも100円じゃなくて150円の分をですね、自分に買うっていうことをね、してあげたっていうね、すごかった、びっくりした。ああ、あんなにやっぱ買いたくなるんだなって、ものが、何ですか？なんかスカスカだったら埋めたくなる気持ちなんですかね？あれも結構ほんと不思議な、何だったんだろうなって感じなんですけどね。なんか前回の動画で秋から物を捨て始めたとか言っちゃったけど、手放し始めたの間違いですね。まあセカンドストリートさんに本当に持って行って、引き取っていただいて、だいぶいい感じになったし、あとは人に譲るでリサイクル掲示板の利用とか。で今日も、これ。布団乾燥機を、まあ、型が古くてね、ちょっと売れなかったものなんですけど、これを、Facebook のリサイクル掲示板で、出したところですね、もう秒でくださいみたいな感じで言ってくださって、まあ、しかも知り合いだったっていうね、あ、もう全然持っていきますみたいな感じでした。買いたくて震えながらもですね、こうやってね、手放しを頑張ってしております。そして、逆にもらってきたものもあって、これ。こうかな。なんか知り合いの飲食店さんがお店を閉めるっていうことで、まあお世話になってたところだったんですよね。まあそう、めっちゃ行ってたわけではなかったけど、それなりにいろんなことでお世話になってたところで、そこが最後開放してね、なんかいろいろ無料で物を差し上げますよってことで、まあ本当に買いたくて震えるぐらいだから欲しくて震えますよね。欲しいみたいな。まあ最後のご挨拶もしたかったし、行って。で、その時に、本当に必要なものだけをちゃんともらおうと思って、もう帰って失礼になるじゃないですか。いらないのにもらってきたら。本当にその、じっくり見るっていうことをですね、事前にして自分家でね、していたので、何が、こういうものがあったら便利だとか、こういう形だったらここにはハマるなとかいうことが大体分かっていて、で、これの代わりになるものがあればもらおうかなとか、いうのがあったんですよね。私がもらったのは容器とか、なんかブックエンドが欲しかったね。ブックエンドがあって、おー、ブックエンドもらおうみたいなブックエンドをいただいたりしたんですけど、これはですね、ちょっと違ってたっていうか、もうこれ多分素敵だなと思ったんですけど、いつもね、使ってるマグカップがあるので、どうかなと思ったんですけど、まあ、いつも使ってるやつがもうね、ひびが入って、そろそろ割れるんじゃないかなってちょっと思ってたっていうのと、あとなんかこう、飲むたびに、そのお店のこと思い出しそうだなと思ったんですよね。なんかいいなと思って。まあまあ、もちろんフォルムもいいし。で、ご店主にこれが欲しいですって言ったら、これ結構いいものなんですよねっていうふうに言われて、今日、朝から、あったかいコーヒーをですね、入れて、お掃除した後に飲むっていうね、気持ちいいことをしたらすごく良くて、思わずインスタにあげたっていうね、感じだったんですけど、買いたくて震えて我慢するんだけど、こういうものをたまにもらうのもまあいいのかなみたいなことを思います。まあなんせ、大事に使うっていうことだといいかなって、物に失礼にならなければいいのかなって、やっぱり置いてるだけで使わないっていうのが一番良くないなというふうに思うので、買いたくて震えながらも、ものをですね、こう、入れ替えながらスッキリするということをしてます。まあ、買いたくて震えるのを我慢するのは結構難しいですよね。でも本当に、やっぱり、必要かどうかっていうことをじっくり考える。まあ、じっくり見るっていう、動画も上げてますけども、じっくり見ていくと、本当に必要かどうかっていうことは分かっていくっていうのを思うのでね、
なんかお掃除するときにじっくり見てみるといいなというふうに思います。あとやっぱりあのふわっと手に入れるとですね、この前の動画でもお伝えしたんですけど、失う時の痛みがどんなものでも手元から離れていく時にやっぱ痛みを感じるっていうのがあるので、あんまり容易に手に入れない方がいいなっていうのも思います。だって不快な気持ちに絶対なりますからね、手放す時。じっくり見て本当に必要かどうかっていうことはじっくり判断して、でじっくり手放していく、で手放す痛みも感じながら必要な人のところに行って活躍してくれることを願いながら手放していくって感じですね。で新しく来たものはしっかりと可愛がる。でもし新しく来たものでも使わないと思ったら、まあ、手放す痛みを感じながら誰か他の人のところに譲るのがいいのではないかなというふうに思います。物が自分のところに来て出ていくだけでもこんなにいろいろ考えることができるんだなっていうことは、あの改めてこう自分で喋ってみて感じたことでした。まあ大したことないと思ってる方も多分たくさんいると思うんですけど、もしなんか溜め込みすぎちゃうとかつい買っちゃうとかいう方はですね、そういうことも考えてみるといいのではないかなと思います。あ、参考になりますかね、この動画が。もし参考になったよ、いいよって思われる方はぜひ高評価お願いします。そしてチャンネル登録の方もよかったらお願いします。このまあ続きの話もですねしていこうと思います。はい、ではまた別の動画でお会いしましょう。浜田真理子でした。またねー。